ございます。メルです。ですね、ブログのライフスタイルトレーニングパート2ということで、まあ前回は自宅から駅までまあウォーキングをして、電車にまあ乗るまでですね、で階段はつま先立ちでもちろん手すりは掴んで OK です。で、僕がやってるのは電車乗ってからですね、最近は座っちゃいますけど膝痛いんで、痛くない時ですね、前世紀こう手すりにつかまって、みんな立ってると思いますけど、あの大丈夫な時は片足で立ってましたねバランス感覚ってです。まあ別にホームでもやりますけど、多分中の方があんま目立たないと思います。あとはあのドアの四隅に立って、でこう掴んで、あの棒あるじゃない、やって立ったりとかしますね。で、あと番外編ってのがあります まあ朝早く出ると電車って、まあ、最近人多いかな、まあ5時台ですよね、始発とか乗って、まあ路線にもよりますけど、人がいなくなれば懸垂とかでどう電車で懸垂っつってね、あ、たまにいるんですよ本当に。やばい人が、サラリーマンではいないんですけど、まあやっぱりその肉体労働系の人、まあ捕まってこう肩甲骨伸ばしたりとか、あのただあれはストレッチですよね。でもいたんですよね、早朝の中央線で突然懸垂を始める工事現場に行かれる肉体労働の方ですね。あのお尻の部分破れてその人これちょっとやべえな、これ昔動画撮ったんだけど出しちゃおうかな晒してやろうかなすごかったよ。でめちゃめちゃ懸垂始めちゃって、いやあんたこれから違う仕事するんでしょっていうのに、多分あ今うちのおばあさん起きましたねグレートばあさん起きましたね、92歳はい、ということで、懸垂だったり、まあ人がいなかったら別に懸垂したっていいと思います。ぶら下がったり、別に誰も見てないんで、まあ、小学生の頃なんて田舎の電車乗った時に、あの上の荷物を置く場所とかにみんなで上がってましたからねなんだジャングルジムかっていうね、電車が、まあ、さすがお父さんに怒られましたけど、ね、友達堀池くんのお父さん赤さんっつって、あ違うはい、ということで、あの電車でできるライフスタイルトレーニング、まあベーシックなのは片足立ちと、まあ人がいなければ別に懸垂とかやってもいいと思う。まあね、あの周りの目を気にしない僕のようなやばい人でしたらよろしいんじゃないでしょうかはい、ということで、今日歌いません機嫌が悪い嘘です、ちょっと口内炎ができてて、で前回あのアロマミカのために一生懸命歌ったんですけど、未だに リプライがないという、あの残酷な人だっていうことがよく分かったので、ちょっともうあの人のために歌うのやめますはい、ということで、この後はですね、前回のコラボイベント、チーフのマイですね、マイさんが作ってくれたあの編集動画があります、1分ぐらいの、それをつなげて今日は終わりたいと思います。はい、今日はこんな感じでさらっとさっぱりした感じでやりたいと思います。ちょっと今疲れちゃってますねはい、ということで、それでは皆さんまた来週、もうクリスマスですか、もう何するか、みんな予算夜なさな夜な夜なビールじゃないです。皆さん予定は決まりですか。はい、それではごきげんよう、さよならさよならさよなら。I don't need you.